はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月14日日曜日、時刻の方は22時48分になりました。って見るってててててててピピョー。はい、そんなわけでね、22時48分になりましたと、ここら辺で今日こちょこちょ、ね、はい、昨日ね、あのコメント返信雑談ちょっと長いの作ったんだけど、地震が来ちゃってね。で、まあ、1時間以上動画作ってたんだけども NG にしちゃいましたね。まあ、いつ何時ね、いろんな万が一なんかかも分かんないって、結構ね、別の動画でその件だけ言ったんだけど、いろんな皆さんのコメントね、何人分ぐらいかな、十何人ぐらいは拾って作ってたと思うんだよ、それね。で、それが全部ね、NG になっちゃってね。なんで、今日はね、やっぱ一週間に一回ぐらいはね、コメント返信雑談ね、したいよね。ということで、新しいのから。で、今日ね、ちょっと食欲なくて、夕飯、あんま食べれなくてね。で、今、よいしょ、ローソンをちょっとタラタラって歩いてって、で、今日はね、ちょっと久しぶりにお酒買ってきた。うん。ね、よいしょ。まあ、たまにはね、こことかのお酒も飲まないでね、そのまま、よいしょ、寝てたんでね。うん。よいしょ。まあ、お酒をやめたわけじゃないけどもね、お酒飲むとすぐ眠たくなっちゃうからね。飲まないで、いろいろ仕込みとかやってたんだけど、さすがにね、受診で疲れちゃってさ、はい、そんなわけでね、まあ、まったり行きましょう。よいしょ。こんなまでいいかな。ね。よいしょ。じゃあ、ちょっといい、久しぶりにね、おじい、ほら、あんまり飲むんだったら、ウイスキーとか、なんだっけ、焼酎にしなさいってね、先生に言われたんで、ビールはま飲んでなかったんだけど、ちょっと久々にね、ローソンに行くと、このね、カエルちゃんをね、僕カエル、君カエル、これ美味しいんだよ、これね、うん、はい、そんなわけでね、お疲れ様でーす。ピピュー。さあ、まったり行こう。あー、久しぶりだな、これうまい。なんかモエみたいなやつもあるんだけどね、なんだっけモエじゃないな、なんか あれもちょっとキリッとして美味しいんだけど、たまにこのやっぱね、甘いの美味しいんだよね。うん。おいぴ。ね。だね、いつも半額で買ってくるね。この枝豆半分ね。今これ、ジャーッと水で洗って、ね、うん。今日はね、ちょっと贅沢。ね。今日はね、ローソンでね、いやもう贅沢だね、ほんと。ローソンのカシューナッツ、高いよ、これ270円するよ。これ230円ぐらいだから。あれ牛タンジャーキー買ってきちゃった。いつも絶対素通りするコーナーにぶら下がってるんだけどね、普段絶対買わないんだけどね、うん、ちょっと今日はね、自分にパワー与えようかなと思ってね、たくさんみんな見てくれるからね、まあ、これぐらいならちょっといいかなと思ってね、今日は買ってきました。そんだけでね、まあ、美味しいもの食べながら、行きたいと思います。でね、いいでしょ、たまにはね、こんな贅沢も。うん、いい香りだね。はい、もぐ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 。うん。うん。おいしい。ダシューナッツ久しぶりで、おいしい。でも、こんなに高いな、だけどな。メルカリでさ、でっかいレモンのやつ買ったんだよ。で、アマゾンより全然安かったから買ったら、賞味期限が1ヶ月半ぐらいしかなかったね、確かね。うん。うん、おいしい。うん。いや、おいしいな。やっぱね、焼酎ばっかだとね、飽きるよ、やっぱりね。たまにはね、これビール飲みたいよ、ほんと。Yeah. うん、まあ、あんまりタバコもやめたからね、お酒もやめちゃえばいいんだけどね、もちろん身近なドルーサさんがお酒やめてね、もう1年と何ヶ月経っててね、自分だからあんまアルコールそんな、ね、なんか
晩酌っていうかご飯食べながら一杯飲んで、ああ終わったっていうのが結構なんだかな、充実ね、そんな感じするんで、なんかね、だお酒が飲みたくてっていうのじゃなくて、なんかこう区切りなんだよね、本当。だからどっかに行って飲むっていうそういう習慣がないんだよ。だからどっか居酒屋に行ったりとかさ、なんか飲みに行くとかさ、そういうのがないんだよ、おじい昔から一度も、うん、飲みに行ったことがない。だいたい忘年会とかさね、先輩と焼肉食べに行ってね、運転してやるからいいよ飲んでいいよっつってね、ありがとうっつったかね、そんなもんしかないからね。まあいいや、コメント返信撮影行きましょう。ごめんね、もぐもぐしながらね、もぐ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 、うん、おいぴ。はい、ね、最新のコメントからいきます。キムさんだね、これね、うん、おじいの住んでるところも楽天回線エリアになった、楽天回線になったんだよ、なったんだけど、パートナー回線使うんじゃうのよ、たまになんかうっかり。だから安定してないですね、たまにおかしくなる。うん、おいっぴ、あ、御殿場高原ビール行きたいなね、でもこんなコロナ禍で嫌だしね、裾野にね、時の住処ってところがあるんだよね。でね、まあそこでこうお風呂もあって、銭湯とかな、温泉かな、一応温泉があって、で宿泊もできるんだよ。で食べ放題が短くなっちゃってね、今ね、昔は1時間いくらだったんだけど、夜のディナーね、2時間ぐらい前だったけどね、今ね何分だかな、90分ぐらいだかな。で広いとこでね、もう取りに行ってくる間だけで広いから、本当にね、食べたいだけ食べて飲みたいだけ飲めないんだよね、時間が短すぎて本当ね。いや久しぶりに行きたいな、時の住みか、もう目の前が大きな富士山でね、夜明けなんか綺麗だよ、寒いけど、で今の時期じゃないとつまんないんだよ。夏に行っても富士山ってやっぱ雪がないと富士山っぽくないんだよ。だやっぱりね、雪のある富士山を本当目の前だとかっちょいいよ、すごく。でね、ちょうど夜明けが出てくるのをね、じーっと見ながら、だんだんこうほわーんと赤紫色からね、どん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 強くなってきてね、ピカーってこう出てくる感じ、なんかたまんないよ、お風呂入りながらね。でこう湯船使ってないとか寒いから、ちょっとこうしてないと見えないで、うー寒いってまた入りながら、あーでまたで見て、うー寒いってねこんな感じなんだよね。また行きたいな、ほんとね。はい、おじいの住んでるとこもなくて貸しエリアになったんです。そうなんだよ、自分は自宅も会社もその途中も楽天エリアのようで、いいね。1年間無料なので、パンダで Wi-Fi、 携帯も楽天アンリミットに切り替えてダブルで無料運用で行こうと思います。いや、いいね。しばらくこれどこじゃった、なんかね、 あれ握ってないとね、なんかね、あったあったあった、いいね。ただ楽天リンクのツアーは音質など改善の余地がありますねって、うん、でしょでしょ。だおじいもさ、なんか北の電波の時にさ、結構な、何言ってか分かんないから、ちょっと場所借りようって書いても、なんかあんま良くないよね、うんと。まあそれでも年間5万円は節約になります。1年後日本の携帯はどうなってるでしょうかね。なんていうかな、電話なんてただでいいよ、こんなのもね、うん。はい、次はね、フランケルさんだね、うん。オールドキューブ X ネオが個人的には良いと思うんだけど、議的がないからなってね。ああ、議的か、議的はそうだね、ないとダメだよね、うん。はい、次はレッドさん、うん、私がやった方法です。前提として au SIM のみの iPhoneSE2、 楽天モバイル SIM のパンダ Wi-Fi です。なので楽天モバイル回線は一つだけです。ほうで、パンダで楽天 SIM を開通、うん、パンダで
パンダで楽天を開通して、で iPhoneSE2 の au の指紋を抜いてナノ SIM に切り取った楽天 SIM を SE2 これ2枚目ってこと、あ開通してからってことか。で iPhone に楽天リンクをインストールして楽天リンクにログインする。で SMS とパスワード送信とはなかったと思う。はあ、で iPhone で楽天リンクによる通話の発着信を確認。で楽天 SIM をパンダ Wi-Fi に戻して、au SIM を iPhoneSE2 に戻す。で APN 設定は自動で行われた。うん、で iPhone で、楽天リンクによる通話の発信を確認。で回線への Wi-Fi ナビ、この3パターンでね、確認で以上で、楽天リンクのログイン時に楽天 SIM ありな状態だったこと、楽天 SIM を抜いても楽天リンクがログオフされなかったこと、この2点が生じて。そうだね、おじいの場合はおじい春の頃からそうだよ。で同時にどうのこうのって初期の頃があったんだけど、アップデートして抜いてもなんか抜いたらもうログアウトしちゃうようになったんだよね。で弓野千春さんのやつだと au だから iPhone か iPhone だと SMS は来ない仕様でっていうのがあったんで、今日さっき見てたんだよ千春さんのね。だそれもなんかね、なんか絡んでるかもしれないね。ちょっとここら辺はね、iPhone だからかもしれないしね。はい、次は、スペースコムソーさんかな。うん、おじい、動画やたら長い。10分くらいにまとめてよ。とか、長い ?10 分くらいにまとめた方がいい。じゃあ、この動画も10分、何分にやったかな ?22 時48分だから49分。あ、じゃあもう、そろそろ10分だね。OK。はい、じゃあ、次ね、マーキューさんだけどね、まあ、読んでる時間ないか。はい、そんなわけで、視聴者様からね、ご指摘いただきました。よく言われるよ、おじいの動画投げんすって。なので10分ぐらいでね、終わりたいと思います。はい、そんなわけでね、今23時になりました。ちょうど10分ぐらいの動画だと思うからね。じゃあ、もう長い動画、やめにします。ね、本当ごめんなさい、長くてね、10分ぐらいで終わります。はい、バイバイ。